はい、こんにちは。シャンダイシンヤです。あなたは大人になってから英検を受けたことがありますかやり直し英語を始めてからの英検。これ結構僕おすすめしてるんですよね。別の動画でも詳しくお伝えしてるんですが、英検は TOEIC とかの他の問題と違って、レベルが固定されていますので、まあ、自分のレベルに合わせた Q を選ぶことによって、受けている最中も自分がわかる問題がたくさん出る。それによってモチベーションが保ちやすくなるというね、そういうメリットがあります。 で、その一方で、英検っていうのは9と9の間が結構レベルが高くてですね、このハードルが高すぎるという声が結構多いです。で、特にその中でも、英検12級から2級に上がるまでえ、このレベルがすごくね、差があって辛いという声をよく聞くんですね。で、これは学生から大人まで共通する悩みだと思うんですが、今回その悩みを解決するために、英検協会の方から新しい発表がありまして、え英検 準二級と二級の間の架け橋になる級ができますよとでその名前が決まりましたということでね英検準二級プラスという名前になったそうですでこのプラスという名前に関してまあい,い悪いみたいなねそういう議論は流れてると思うんですがまあ、内容に関してはねあまり議論されてないような気がするのでまあ今回ですね実は英検協会の方で新しい え、サンプル問題集がアップロードされてました。えー、検1 2級プラスはこんな問題が出ますよっていうのがね、サンプル問題がありましたので、それをダウンロードして僕は実際に解いてみたんですね。で、その感想というか、実際にどうだったかということをお伝えしていきたいと思います。で、今回の多分動画のタイトルが、問題を解いてみたら意外に〇〇だったっていうタイトルになってると思うんですが、この〇〇に何が入るかという結論を先にお伝えすると、えー、僕の感想としては、 二級寄りって感じですね。二級に近いという感じです。まあ、順にプラスってなってるから、割と順に寄りなのかなと思いきやですね、だいぶ二級に近い試験形式になってるなと。レベルもそんな感じかなというふうに感じましたので、まあ実際問題を解いてみた感想ということですね。まあ、これはあくまで僕個人の感想ではあるので、まあ、具体的に何かデータを比較したとかそういうわけではないんですが、まあ実際に解いてみた感覚というところです。 はい、でもしあなたがね今までに英検をこう受けてきてですねで今12級を持ってるとで2級のハードルが高すぎてつらいもうなんとかならないかと思ってたらもしかしたらこのね来年12プラス出ますのでそれから受けていただくというのもいいんじゃないかなと思いますでそうすると試験形式にも慣れてきますので結果的に2級も受かりやすくなるんじゃないかなと思いますね で、実際にですね、ちょっと英検の協会のサイトを見ながらですね、お話をしていきたいなと思うので、もしよかったらね、この動画その概要欄にリンクを貼っておきますので、そこを見ながら一緒に話を聞いていただくといいかなと思います。で、まずですね、今回順にプラスができた、新しい Q ができた経緯としてはですね、やっぱ先生とか生徒の声が え、原因というふうに言ってましたね。まあ、先生の声としては、英検12級と2級は別物である。その壁は大きい。英検2級は応用。論理的思考力や、自ら考えて実用的に英語を使う力を求めているっていう感じ。なので、まあ、単に英語力だけじゃないんだぞ、みたいなね。そんな感覚でしょうか。で、実際生徒の声。まあ、これ多分高校生だと思うんですが、生徒の声としては、英検12級を一発で通った後、 二級に合格するまでに二回落ちて三回目でやっとおかった。二級は全然別物。準二級は三級に近いレベルなのかもしれないというふうに書いてありますね。で、あと、二級の単語レベルは準二級前とは段違いであるというふうにも書いてあります。まあこれがね、多くの人たちが感じていることのようですね。まあ実際二級に出てくるボキャブラリのレベルというのは、この ディオ3.0というね、英単語帳あるんですが、まあ、この単語帳に出てくるものと結構被ってる部分が多いんです。え僕はこれを仕上げた後に英検日許を受けました。まあ、それが31歳の時だったかな、30歳ぐらいの時だったかなと思うんですがえ、その時にですね、本当にこの単語帳に出てくる A 単語が2級に丸々出てきててきしたのを覚えてます、ね、もう本当にデュオの例文が頭にボンボン浮かびながら、わあ、これはデュオでやった、デュオでやった、みたいな感じでね、解いていったんですが、まあ逆に言うと、このレベルがないと、受からないのが英検2級とも言えます。 ので、まあ、かなりね、語彙レベルは高いと思いますね。まあ、ちなみに、2級合格までにかかる期間っていうのがね、ここに載っているんですが、この英検協会のサイトに。五、えー、5級から12級までに関しては、各級の合格までに要する期間がおよそ1年間っていう風になってるらしいんですね。まあ、つまり5級から4級になるまでに1年勉強する必要がある。で、4級から3級までに1年間。で、3級から12までに1年間。ですが、えー、今度12級合格した人が2級に合格するまでには、約2年。 かかってるらしいんですね、平均で。なので、まあ2倍ぐらい難しいんじゃないかということです。で、特に今、英検は高校生によく受けられているというか、まあ使われていますね。まあ受験の一環として、英検を持っていれば、例えばどっか自分が望む大学に推薦で入学できたりだとか、あるいは留学しやすかったりだとかって感じで、いろいろこうね、いいことがあるので、結果的に2級を受けたい、2級を合格したい人がすごく多いんですが、まあ例えば高校2年生で12に受かりました。 でもそこから高3の受験の時期までに2級かろうと思ったらあまりにもそこまでね、ハードルが高すぎて、まあ、平均で2年ですからね、まあ、どんなに頑張っても多分1年はかかると思うので、まあ、間に合うか間に合わないかぐらいの感じになってしまうというのが結構不満の声だったみたいですね。まあ、多分今英検のメインの客層というか受験者層というのは、まあ、やっぱ高校生とかね、中学生だと思いますので、まあ、学生って考えた場合はその学生たちの声を取り入れて、そして できるだけ柔軟に対応していくために新しくこの Q ができたと言っていいのかなと思います。まあ、少なくとも順2と 2Q の間に Q ができることによってこの間の Q、順2プラスさえ取っていればちょっとプラスアルファで何か受験に有利になるみたいなねその要素がより順2を持っているだけよりも増えるんじゃないかなと思いますのでね、まあ、それはね僕ら大人にはあまり関係ないことかもしれないんですが僕ら大人にとってもやっぱりね階段の数がこう増えた方が次の Q を取った時の喜びっていうのがね増えていきますし 例えば、英検12を受かった後に2級に行くまでに2年間ずっと勉強して、その間何もテストを受けないっていうよりも、その間に1回1年勉強した後に12プラスを取ってっていう方が多分モチベーションになりやすいと思うんですよね。まあそういう意味では僕ら大人の英語学習者にとっても嬉しいニュースかなと思います。 で、実際に、英検協会のサイトにもこう書いてあるんですが、導入により目指すこと、ゴールとしては、準2級と2級のギャップを埋めることで、学習者に身近な目標を提供するって書いてありますので、まあそういう意味でもね、やっぱ大人の英語学習者にとっても、すごくね、ありがたいことかなと思います。で、実際にですね、これがどのぐらいの英語力なのかというところなんですが、一応ね、言葉として表現されているものが、この英検協会のところにあるんですが、まず準2級に関しては、日常的な話題、 についいて聞いたたたりりり読んだりした内容の概要を捉えたり全体像ですねえ簡単な情報や考えであれば基本的な語句を用いた発話や文章を通して伝える能力がありますこれが英検12級の合格者の力ですよっていうふうに定義していますで対してこの2級はどうかっていうとえ社会的な話題について聞いたり読んだりした複雑な内容の詳細を理解したり聞いたり読んだりした情報や自身の考えを多様な語句を 目的に応じて用いながらまとまりのある発話や文章を通して自身の力で詳しく伝える能力というふうに書いてありますのでまあ言葉で読んでも正直言ってこの順にと二級ってかなりギャップがあるように感じますよね なんかいきなりこう求められることが増えてるって感じがすると思います。なんで今回真ん中にできた、えー、新設の順に、えー、12級プラスに関してはこうに書いてあります。えー、身近な社会的な話題。ここポイントですね。身近なです。はい。社会的な話題ってさっきあの2級には書いてありましたが、この身近に変わりましたので、もうちょっと日常生活よりると思いますね。について、えー、聞いたり読んだりした内容の詳細を理解したり、聞いたり読んだりした情報や自身の考えを 多様な語句を用いた発話や文章を通して詳しく伝える能力って書いてあります。ね。なので、えー、さっきね、2級の方だと目的に応じて用いながらまとまりのあるとかね、自身の力でとかって感じでかなりこうな、自主性を求めるような言葉がいっぱい載ってたんですが、まあ、今回12プラスに関しては多様な語句を用いてくださいよという風に書いてありますので、まあ、ボキャブラリーが増えてるってことですね。そして、 えー、詳しく伝える能力っていう感じで言うと、まあ、ボケバレが増えれば増えるほどより詳しく伝えられますのでね。っていう感じですのでもちろん順に比べたら明らかにレベルアップしてますが2級ほどではないよっていうところがこうアピールされているというところですね。 まあ今の話を聞いたらね、なんとなくここの、え、順にプラスでもいいかなってその、そこを一度自分の中で打ち止めにしてもいいかなって感じる人もいるんじゃないでしょうか。ね、えー、二級になってくると本当に社会的な話題とかをね、がっつり喋っていく感じ、あるいは読んでいく感じなんですが、まあそこまで自分はね、求めてないんだよって人も今までいたと思うんですよ。ってなった時に、まあ順にプラスぐらいの力があれば、そこで自分の中でゴールとしていいのかなって感じる人も多いんじゃないかなと思います。 で、実際にこの新しい英検12プラスの問題がどんな感じだったのかということをですね、僕は実際にサンプル問題をダウンロードして解いてみました。で、感じたのは先ほどもお伝えした通りなんですが、まあ、かなり2級に近いレベルだなというふうに感じます。で、実際に今手元の iPad にですね、文章を写し出してますので、ここちょっと一個ずつ見ていきたいと思うんですが、まずボキャブラリー問題に関しては、結構ね、レベル上がってるなぁと感じます。この、 級に比べると、この順二プラスの方が明らかに2級寄りになっています、えー。先ほどお伝えしたこの DUO3.0 ですね。このテキストに出てくるような英単語がかなり多く含まれているなという印象ですね。もちろん2級に比べればちょっと身近な単語ではあるんですが、それでも結構難しいなという単語が載っていますね。まあ、例えばですけど、インポーズとかですね、かすっていう言葉なんですが、新しい 税金を課すみたいなね。そういう言い方のインポーズという言葉が使われてたりだとか。あと、despite とかですね。にもかかわらずみたいなね。まあそういう前置詞だったりだとかっていう感じで結構ね、難しいですね。で、さらに、熟語と呼ばれるものですね。まあ、前動詞プラス前置詞っていうね。この組み合わせの熟語に関してもちょっとね、やっぱフォーマルなものがありますね。まあ例えば、身近なもので言えば try on っていう言い方ですね。えー、try on っていうのは え試着するっていう風な意味の単語も使われていれば後半の方だと result in っていう言い方ですねえそういう結果になるっていうね言い方なんですがこういう熟語も使われてたりとかしてまあかなりねレベルは上がってると感じました12、2級のボキャブラリーに慣れてると12プラスのボキャブラリーはうっていう風に感じると思いますまあとはいえ2級ほどフォーマルな感じでもないのでこの例文はね なんで、2級の例文に対して、ちょっとフォーマルすぎて抵抗があったって人にとってはちょうどいいレベルなんじゃないかなというふうに感じます。で、あと次のですね、読解問題の方もそうですね。12級の方だと会話問題があって、この AB、AB の会話ね、A さん B さんの会話があって、で、最後のセリフは何にしますかみたいなのをね、選ばせるのがあったんですが、12プラスの方だとそれがなくて、もういきなり長文問題に入っていくという感じです。で、長文問題の中で穴目、穴があって、で、この穴に、 どの接続詞が入りますかまあ、接続詞とは限らないんですがね。えー、このどのフレーズが入りますかみたいなのをこう選ぶという感じですね。はい。こういうものが入っています。ので、まあ、結構ね、これはあの、2級に近いなと感じました。で、リーディングのね、3の方でも、えー、この E メール。 が出てくるんですが、E メールが今まで12級の方だと割と友達とのやり取りっていう感覚なんですが、12級プラスになってくると、ちょっとビジネス上のやり取りっていう感覚になってますので、まあ、そういう意味でもね、2級に近いのかなと感じますね。はい、であとは、えー、後半の方のね、えー、長文問題も結構それなりに長さはありますし、まあ、トピックに関しても、 かなり社会的な内容に近づいているという感じですね。まあ、身近な社会トピックって書いてあったかな確かね、社会問題。身近な社会問題って書いてあったので、まあ、あまりにも堅苦しい内容で出てこないっていう点では、まあ、モチベーションを保ちやすいかなと思います。まあ、普段日常会話で英語を使えればいいやって思ってる人にとっては、ちょうどこのぐらいの 内容がいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、日常会話でも全く社会問題について喋らないということはないと思うんですよね。日本では今こういうのが話題になってるらしいじゃんとかね、社会問題になってるらしいじゃんみたいなことを友達に言われたりすることもあると思いますし、あるいは世界でこういう問題が起こってるよねっていう話をすることもあると思うので、まあ、あくまで日常会話で使う英語のトピックの中で、えー、社会問題を取り扱っているぐらいの感覚かなと思いました。で、あと、 えー、次、ライティングですね、えー。ライティングはこれ2025年からになりますので、えー、新しく改定されたバージョンということで、2本ライティングがあります。えー、1個は英文の要約問題ですね。この要約問題が、まあ、そこそこ、えー、難しそうですね。僕の見た感じだとあの。トピックに関してはそこまで難しくはないです。えー、more and more people are buying clothes on the internet ってありますので、まあ、インターネット上でたくさんの人々が 洋服を買ってますよと。まあその中にもいい面と悪い面があって、いい面としては、安く費用を抑えることができるぞというふうに書いてありますね。まあ例えばお店、いろんなネットショッピングのお店をパソコン上で比較することによって、いちいちお店に出向かなくても一番安い店を探すことができるよとか。で、一方で悪い面としては、 届いた商品と実際の写真が違って見えるみたいなね。まあよくあるパターンだと思うんですが。まあそういうことが良くないよみたいなことが書いてあるという感じです。で、この内容を読んで、要約して短くまとめましょうみたいな感じなので、まあこの内容としてはね、割と本当に身近なトピックだと思うんですが、一方でこれをじゃあ要約して短くしてくださいって言われた時に、まあ結構な英語力が問われるんじゃないかなというふうに感じましたね。 はい。で、あとは、もう一個の方は、ライティングの英、えー、作文で、えー、クエスチョンが、Do you think it is a good idea?、えー、あなたはこれをいい考えだと思いますか ?For people to ask other people. 他の人々に頼むことが。to take care of their pets.、えー、じ彼らのペットの、えー、お世話を頼むことが。ってことですね。while they travel.、えー、彼らが旅行してる間。 ですまあ、つまり旅行している、自分が旅行している間に自分たちのペットを他の人に預けるっていうのはどう思いますかいいことだと思いますかっていうトピックなんですね。まあ、これって確かに身近なトピックではありますが、一方でちょっと社会的な問題も含みますよね。ペットって結構ね、社会問題になったりとかするので。で、それをまあ預けるのがいいのか悪いのか、ね、賛否両論あると思いますが、それについて自分の答えを書くという感じです。 はい。いかがでしょうか結構、まあまあ難しいというか、まあ頭をすごく使わなきゃいけないものだなぁとは感じますよね。まあそういう意味では結構レベルは高いと僕は感じましたね。作文に関して。まあ特にこの要約問題が入ったことが、えー、よりハードルを高くしているような気がします。で、あとリスニングの問題もチェックしたんですが、リスニングの台本の方も見てみると、まあ2級に比べるとね、 まあ似てる部分はあるんですよ。かなり形が似てるんですが、ちょっと短くなってるって感じですね。まあ例えば2級のリスニング台本を読むと5行、だいたい平均で5行ぐらいあるんですが、12級プラスの方だと4行になってますので、まあちょっと短くなってるかなという感じです。まあその一方で、えー、リスニング問題の作り、全体の構成としては、まあ限りなく2級と近いかなというふうに感じますね。 まあそういう意味ではね、かなり2級寄りな作りになってるなと思いますで。あともう一個僕が2級寄りだなと思ったのが、面接になりますね。面接カードです。えー、これ1級1次が受かった後に受ける2次試験なんですが、これがですね、ああ、こういう感じなんだっていうのはね、すごく感じましたね。あの、実際にこのね、あのダウンロードして見ていただくといいかなと思うんですが、ちょっと著作権の関係でここに載っけられないのでね、えー、見ていくんですが、あの、パッと見、もうほとんど2級の面接カードと変わらないです。 もう作りは全く同じです、えー。上の方に音読用の素材、英文が載っていて、でその英文も、えー、聞かれる内容がですね、まあ、ほぼ2級と同じですね。えー、聞かれる内容が、According to the passage, how can students learn more about their local culture? って感じで、えー、How から聞く質問。 で、それに対して答えるのが by making traditional local meals ってきてますので My by making みたいな感じで by ing で答えるっていうのもまさに2級と同じ答え方なんですね。まあ、もちろんボキャブラリーレベルとかトピックのレベルというのは2級に比べればちょっと身近なものになっている。ですが、まあ、形としてはもうほぼ2級の形をしていますで。さらにその下のイラスト、3コマイラストを描写していくというものも全く同じですね。で、その描写問題の 正答例、解答例もここに載っているんですが、それもですね、もうほぼ2級と変わらないです。1個のイラストを描写するのに2つの文章を使っていく。それがまあ一応このパーフェクトな正解としてサンプル問題に載っているという感じなので、まあそういう点ではね、本当に2級と変わらないなというふうに感じます。で、あとその後のクエスチョン t h r e 3と4ですね。これは自分の意見を問われる質問なんですが、この質問に関してもやっぱりイエスかノーかで答える質問。で、 why why と why not って質問が来るのでそれに対して二分で答えるという点では変わらないです、まあ、ただ一個だけ違いとしては、えー、AK2 級の方だと I agree と I disagree ってね、えー、賛成反対っていう言葉があると思うんですがそれがですね今回、えー、ないですねこのサンプル問題にはなので、えー、両方とも3番も4番も Yes か No かで答えてそれに対して自分の意見、えー、サポートする理由を言うという感じではあります なのでまあ2級ほど難易度は高くないのかなとは思いますが結 こうやっぱ形としては2級に近いかなというふうに感じました僕は。なんでレベル的にはもちろん2級ほどではないんですが、えー、その形ですね、試験形式になれるという点で言うと12級プラスというのは2級の準備としてすごくいいんじゃないかなと思います。まあ、もちろんね、2級を受けなければならないということはないと思いますので、まあ、12級プラスでも十分かな自分はと思ったらそこで止めてもいいと思いますし、で逆にこの形になれたことによって2級が受けやすくなって、どうせなら2級まで取ってみようかなという気持ちになるかもしれません。まあそこは ま、ほんとご自由に選んでいただけたらいいかと思うんですが、まあ、やっぱり2級取ってるとちょっと英語できる人っていうね。まあ、そういうニュアンスを醸し出すことができますので、まあ、そこへの架け橋としてえ、12級プラスを使うのもいいんじゃないかなと思います。はい、以上がですね。僕がこの実際に問題を解いてみた感想です。で、やってみると本当わかるんですが、結構ね。 難易度はは高いと僕は感じましたねなんで12級がギリギリ受かった人がその直後にこの12級プラスの問題を解いたらうわ結構難しいなって感じるはずです。まあそういう意味ではね本当に多分今までと同じく各級の間にかかるこの年数っていうのをこう調整してきたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、先ほどもお伝えした通り5級から 順2級までは各級の間が大体1年間の勉強で超えられる壁だけど、そこから先ですね。順2級から2級までが2年間かかるというふうに言ってましたが、ここを順2プラスに設定することによって1年間で済むんじゃないかなと思います。で、逆に順2プラスから2級までに1年間という感じだと思うんですが、まあ僕の感覚からしたら、もしかしたらね、人によってはもうちょっと短い期間で2級までいける気がします。この順2プラスをしっかり練習して、極めて、 そして、12プラスの方で余裕で合格するぐらいの力をつければ、2級も合格できる確率は上がるかなっていうのがね、僕の感覚です。まあ、特に、この試験形式が2級と似通っている、ほぼ同じと、特に面接に関してはもほぼ同じというのは、かなりね、強みになるんじゃないかなと思います。で、その上で、より、 トピックに関しては身近なものだったり、ボキャブラリレベルを少し下げてありますので、と、まあ、っつきやすさもありますのでね、まあ。僕は結構この12級プラスおすすめだなと感じました。まだ、あまあね、実際にこのサンプル問題見ただけなので詳しくはわからないんですが、まあ、少なくともこのサンプル問題と同じ内容が本番で出るのであれば、すごく実用的な試験と言っていいかなと思いましたので、まあ、大人にとってもね、目指す級として12級プラス設定するのもいいんじゃないかなと思います。 で、もしね、詳しく知りたかったら、ぜひね、この動画の下の概要欄にね、この英検協会の公式サイトを貼っときますのでえ、そこからサンプル問題ダウンロードしてみて、そして実際に解いてみてください。そして自分が合格点に達するかどうかっていうのをね、試していただくといいと思います。まあ今具体的にどのぐらいの点数が取れたら、えー、12級プラス受かりますよみたいなのは出てないので、まあそこはちょっとわからないんですが、まあとりあえず受けてみて、まあ8割ぐらい取れれば合格する確率はかなり高いと言っていいんじゃないかなと思いますので、まあよかったら試してみてください。 はいでは以上です Thank you for watching See you later